く頑張ってるかな。やだ、私いつの間にこんなに弱くなっちゃったんだろう。先輩、あ、よかった用事を一つ忘れてた。最近朝練とか創設祭の準備とかで郁夫のクリスマスプレゼントを買い忘れて。これ去年のあの時のと同じものだ。一緒にいられないことがこんなにも寂しいなんて。先輩が大学に行っちゃったら私たちどうなるんだろう。あ、懐かしいな、イナゴマスクのアクションベルトじゃないか。変身ポーズまだ覚えてる？先輩、あ、どうしてここにいるんですか？合宿は？抜け出してきた。え？あ、だからさ、約束通りクリスマスイブのデートをしようよ。あ、何？もしかして都合悪かった？